さあ始まりました、お車研究所カードサービスのお時間でございます。研究員1号の枠曽、研究員2号の矢野と、カメラ担当岩明です。よろしくお願いします。はいはいはい、今日はですね、はい、はい、カローラクロス、こちらございますけれども、はい、こちらの今日は走行編ということで皆様にお届けしていきたいなと思っております。はい、はい、ハイブリッドの 1.8 ハイブリッド Z の走りがどんなものなのか、乗り心地がどんなものなのか、皆様にお届けしてまいりますので、ぜひ最後までお付き合いください。じゃあ行きましょう、レッツゴー。はい、じゃあ、はい、ではそうですね、まずはちょっとシートをですね、はい、ちょっと電動なんですね。そうなんですよ、電動シートなんで、まあ、この辺が、うん、この辺でいいですね、はいはい、ちょうどいいです。であとはですね、ブレーキを踏んで、はい、はい、スタートはこちら左側でございます、はい、ここですね、ピッと押すと、はい、行きました、動き出すと、はい、動き出すと、はい、であとはシートベルト、はい、しっかりして、はい、バシッと締めてですね、はい、矢野ちゃん準備万端ですね、はい、OK です、はい、じゃあ早速、はい、行ってきたいと思います。ありがとうございます。はい、バタン、はい、では参ります。はい、まだまだ暑いね、いけるか、よっしゃ、おお、すごい走る、やっぱいい加速は、うん、めちゃくちゃいい、いや、めっちゃ走る。今ね、モードをノーマルにしたんですよ。ああ、ドライブモード、そう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 、うわ、今トヨタさんはやっぱりドライブモードはスポーツ、うん、エコ、ノーマルってあるね。そうなんですよ。で今ノーマルでやったんですけど、うん、もうなんかほら今ちょうどほら出るとこだったし、うん、ピッて行ってほしいなと思ってピッて、そうそう、ピッて行ってほしいと思って、まあ、でもなんだろうね、今のそのいろんな車乗るじゃない、ええ、でいいわけじゃん、走りもいい、静かだとか、加速いいとか、安定するとか、視界いいとか、ええ、みんないいからさ、ええ、最近もうどの車もいいんじゃないって。そうね、うん、確かに何かもう本当にどれ乗ってもいい感じ、うん、そうそうそう、あとはもう本当個人で自身で、うん、自分自身で何を求めて何をいいって、そうですね、うん、だってよくあるでしょ、あのみんなが乗ってるからこれみたいなのとか、うんうんうん、いつでも NBOX 催眠ってやってる、はい聞いたことない。じゃあ、お車で、ね、販売してたら、そのすごい NBOX がいい、うん、NBOX がいいって最初決めて、人気が ね、そうそう、来るんね。で、いい車だよ、いい車。うんうんうん、で、だいたい NBOX って頭から、うん、決めてきた人に、うん、私聞いてたのね、うん、なんで NBOX 選んでんですかって言ったら、だいたいね、うん、選んだ理由を明確に言える人と、うん、いやだって本田さんの NBOX でしょって、うんうん、みんな乗ってるってことはいいんじゃないって、おそれだけだったりとか、うん、なるほどね、でもデザインが気に入ってるとかそんなんよりも、もうみんなが乗ってるからいいんだっていう印象。でも好きな人はほら本田が好きだからとか、ね、うん、で今まで歴代本田とかね、でもカローラもそういう感じあるんじゃないですか、やっぱなんていうんですか、カローラだからこうエンジンちゃんとしてるとか、エンジンしっかりしてるねとか、エンジンしっかりしてる、そうそうそう、カローラだったら安心だよねみたいなのもあるし、で今回カローラクロス今ねブレーキホールド使ったんですよ、だからもうドライブに入ってるんですけど、うん、ドライブに入ってるんだけど、僕ほら足もうフリーでしょ、ブレーキ踏んでない、うん、これが便利だね、そうそう、これが便利、うん、でついでにさっきノーマルモードで走ったじゃないですか、うん、スポーツモードに変えて、うん、今から今信号待ちを終わったらこの国道に行こうと思って、そう出ようかなと、ああ波に乗るか、そう波に乗る、これだからねブレーキホールドもめっちゃ楽だし、今なんまだ本当出て3分ぐらいしか経ってないと思うんですけど、うん、静かですよねやっぱね、普通に喋ってたし、うん、ウインカー音のカチカチがする、あとイヤホンの風で、うん、できますよ、うん、ほら今もう軽くアクセル踏んだだけで解除されて、あすごいわ、加速がやばい、これちょっとなんか、うん、本当に、あーいいね、別に飛ばしてるわけじゃないからね、大丈夫大丈夫、ちゃんと
頭は、まあ、1800で、うん、はいい方なんじゃない。そうですね、いや本当にいいですよ走り、うん、広いし快適、うん、ゆったりしてるし、今ブレーキホールドしてエコモードに変えました次は、うん、あの高速よりかは、うん、なんていうの、うん、こう街中で走りやすい車なんじゃない、うんうん、そういう風にホールドして、そうですね、あるとね、うん、でね、今ねエコモードにしたらね、うん、すごい優しく踏んでも、うん、もう優しくこう、うん、走る、不安っていうか優しく、うん、優しさ求めるときはカローラクロスかな。そうですね、うん、めちゃめちゃいいわ。リモモクさんセレナでしょ。そう、でもセレナも静かなんじゃない。静かですよ。でしょ、うん、加速もいいでしょ。で電気で走るしね、うん、モーターで走るから、うん、だからね、そのエコモードにする、僕いつもエコモードなんですけど、うん、エコモードにするとね、うん、なんとなく加速が似たような感じ、少しこう車体の重さを感じるような、うん、加速というか、これでも僕的にはちょっとやっぱノーマルかスポーツだな、ノーマルモード、ノーマルがいいかな。うん、いい、うんうん、この加速ちょっとこうプッと踏んだ時にしっかりと、まあ、燃費は少しだけ落ちるのかもしれないけど、いやでもなんだかんだね、うん、ノーマルなんだって、落ち着くところやっぱり、うん、そうなんだ、うん、シンプルじゃん、うん、ノーマルが、そうね、うん、かもなく不可もなくっていう、軽いわ本当に、ハンドルも車体の重さをあまり感じさせないし、ただやっぱりノーマルとかスポーツにするとね、踏み込んだ時のそのエンジンの比率が多くなるんでしょうね、うん、うんとこ、あでも静かですねやっぱね、うん、静かだし、うん、いい軽やかです、軽やかですね。はい、というわけで走行編皆様にお届けしましたけれども、皆さん何か参考になったら嬉しいなと思います。非常にですね走りが快適でめちゃくちゃいい感じに、さすがカローラと言わせた車でしたね。そうですね、はい、はい、かなり軽快で楽しかったです。はい、ではですね皆さん、矢野さんどうでしたか。軽快でした。本当にでも本当にそうだから、もう本当にあの軽い走りで静かで走りやすかったんで、はい、ぜひですねあのファミリーカーとしても使えるし、ファミリーカーは難しいか、まあ、でも人数によるな、うんうん、でも一人でも、うん、そう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 、一人通勤用でもいいし、マックス5人、一人からマックス5人までは、ね、荷物も乗るしね、うん、はい、結構いい感じに仕上がって、趣味とかでも ね、いいね。というわけで皆さん、今回の動画いかがだったでしょうか。参考になったよという方ですね、ぜひチャンネル登録、高評価とグッドボタンとコメントよろしくお願いします。よろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。